GNU プライバシーガードとは、プリティグッドプライバシーの別実装として、GPL に基づいた暗号化ソフトである。オープンプグップ企画に完全準拠しているが、古い PGP との互換性は完全ではない。ヌプグの開発は、ベルナー・コッホによって始められた。現在では、デビッド・ショーとティモ・シュルツも加わっている。また、G10 コードが、 ウェルナー・コッホとティモ・シュルズを資金面で援助している。バージョン1.0、例は1999年にリリースされ、それ以降2002年の1.2、例や2004年の1.4、例のように安定版は最初の小数部分が偶数になるバージョンでリリースされている。一方、S、マイム機能の導入を目的とした別系列の開発版が1.9系列として開発が 進められていた。この系列は二千六年十一月二十三日に二点零としてリリースされた。二千十四年十一月、大円曲線暗号のサポートなど、新しいオープンプグップ企画に準拠した二点一系列がリリースされた。二点零系列、二点二、二点一系列と、並行して一点四系列のサポートは継続しており、一点四系列は二点二 2.1系列あるいは2.0系列と同時にインストール、独立して運用することが可能である。2.2,2.1系列と2.0系列を同時にインストールすることはできない。2018年1月現在、ヌプグには2つの系列が存在する。すでにサポートが終了した系列は3つ存在する。ヌプグは数多くの OS に含められてきた。また、 GUI のフロントエンドも開発されており、クメールやエボリューションといった電子メールクライアントに統合されたものや、KDE の KGPG や GNOME のシーホースのように単独のアプリケーションもある。これらフロントエンドの多くは、ヌプグ開発者が用意したグパグムライブラリーを利用している。ヌプグは特許で制限されているアルゴリズムを含めていない。したがって、 従来のヌプグでは PGP の過去のバージョンで標準で用いられていたインターナショナルデータエンクリプションアルゴリズムを使うことができず使用にはプラグインが必要であったが各国における IDEA の特許切れに伴い1.4、13、2.0、20から IDEA が含まれるようになった。これは過去のコンテンツの署名検証。 複合及び古い PGP からヌプグへの移行といった互換性維持のための最低限のサポートであり、規定では新しい鍵の作成における選択肢には現れない。RSA は2000年に特許が切れたので1.0、3から含まれるようになった。また1.4、10、2.0、12からカメリアも含まれるようになった。 ヌプグ2.026及び1.418において対応しているアルゴリズムは下記の通りである。2.22.1系列では楕円曲線暗号に対応する。ありがとうございます。